1>, 1週間の地震についてお伝えする週間地震情報ですまずこちらの図をご覧くださいこちらは28日日曜日の午前10時までの1週間に発生した震度1以上の地震の震源をポロッとしたものになりますこの期間ですけれども震度3以上の地震が4回発生をしましたその中の一つがこちらです22日月曜日 午前10時過ぎに茨城県北部を震源とする地震でした。これがマグニチュード4.8、震源の深さが89キロと、まあ、少し深い場所で起きた地震となります。この地震で茨城県の水戸市ですとか、 笠間市、ひたちなか市などで震度3の揺れを観測しております茨城県北部を震源とする震度3以上の地震は今年4回目のこととなります茨城県北部の地震ですけれども今回のこの震源 ですね、この震源よりもやや内陸部で浅いタイプの地震が起きる特性があります一方、まあ、沿岸部で起きる地震、まあ、今回のような地震というのは、えー、地震の震源の深さがです、ね、大体9 0キロ前後と深いものが多い傾向でして、まあ、今回は東の方から関東の下に沈み込みます太平洋プレートの内部で起きた地震というふうに見られますそして関東では もう一つ、二十五日の木曜日にも震度三の地震がありました。二十五日の十三時一分頃、千葉県北東部を震源とする地震です。 マグニチュードが4.0、震源の深さが33キロとなっております。この千葉県のこの北部、北東部ですね、この辺りの地震というのは、以前から多いエリアということになります。今回の地震ですけれども、南のフィリピン海プレートと陸のプレートの境界が深さ30キロ前後の場所となっておりまして、まあ、地震のメカニズムから考えますと、まあ、プレート境界またはその近くで起きたタイプの地震ということになります。 このようにですね、先ほどのま茨城県ですとか、まこういった千葉県、まあ元々大変地震の多いエリアということになります。あれには大きめの地震起きることもあります。普段からの地震の備えしっかりと行うようにしてください。 そして最後に海外の地震です USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード4.5以上の地震の震源をプロットしたものになりますこの1週間ですけれどもマグニチュード6以上の地震が1回起きております最も規模が大きかったのはこちら南太平洋バナツキン海のマグニチュード6の地震となります 一方でですね、今回はこちらの地震を取り上げてみたいと思います。日本時間の7月26日の夜に発生しました、アメリカテキサス州を震源とするマグニチュード5.1、震源の深さ3キロの地震となります。 エリア23日の火曜日頃からマグニチュード3以上の地震が頻発しまして、最も大きかったのがこの地震ということになります。まあ、その他マグニチュード4クラスの地震が4回発生するといったことだったんですけども、このテキサス州というのはですね、もともと地震活動が大変少ないエリアということになります。ただですね、この少ないエリア、アメリカの中部や東部がおおむね該当するんですけれども、このあたりではですね、 最近地震活動が活発化する傾向が見られます。usgs によりますと、これはですね。地下の深い場所に、まあ、人工的に。 排水をですね、注入して、それが地震を起こしている可能性があるというふうに USGS が指摘しております。このエリアも1950年以降特に目立った地震がなかったエリアであることから、まあ、人為的な誘発地震、その可能性があるというふうに考えられます。 最新の国内の地震情報ですとか海外の地震に関するニュースについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。